ここには、この学校には私たち二人しか生きてる人いないみたい。静かすぎるもの。ナオミはもうベッドで休んでなくて平気なの？休んでたら急にね、真っ黒な幽霊みたいのが出てきたの。マジ？大丈夫だった？なんとか。あの部屋、もう近寄らない方がいいわ。そう。よかった。とりあえず無事で。じゃあ、そろそろ行こっか。立てる？でも、行くってどこに？もう、だいたい回ったじゃん、校舎。みんな、死んでたじゃん。やばい。また私、もう無理だよ。きっと疲れた。また子供みたいになってる。ナオミ、元気出して。なんとかなるよ。ありえないじゃん、死ぬなんて。私たち明日は朝一でカットの予約入れてるし。午後からほら、一緒に自転車直しに行くの。ついてきてくれるんでしょ？帰れたらね。聖子に当たっても仕方ないじゃん。止めなきゃ、心。ナオミ疲れちゃった？らしくないよ、なんか。もっと上げていこうよ。そしたら怖くないって。ねえ、何がそう楽しいの？なんかずっと笑ってる。そうかな。このまま本当に出られなかったらどうするの？真剣に考えてる？なんとかなるよじゃなくてさ。
恐ろしい目に遭って、心がとうとう折れてしまった。聖子を元気づけようと思ってた私が、気づいたら傷つけてた。辛くて悲しくて、子供が我慢しきれずに泣き出してしまう感覚。咳を切ったようにひどい言葉を叩きつける私の心の解放感は、それと似ていた気がする。家族だってきっといつまでも心配してずっと探したりして、すごい迷惑かけるし。それは違うよ。何が？迷惑っていうのは絶対違うよ。いなくなった人が大事だから、何かしたくて、苦労でも何でもしてあげたいから、したいからするんだよ。私のバカ、聖子のお母さん数年前に失踪しているのを知ってたくせに。残された人ってそう考えるものじゃないかな。あんたのところはどうか知らないけど、普通はそんなおめでたい考え方できないよ。ナオミ、ごめん、手分けしない？別々に手がかり探した方が。効率いいかもしれないし。そんな、そんな言い方ってある？謝んなきゃ。私だって帰りたいよ、お父さんやユウたちに。心配かけたくないよ。私が悪いんだから謝んなきゃ。それなのにナオミにそんな言い方されたら。聖子、ごめん、私、私こそごめん。ナオミがそうしたいのなら、私行くね。何やってんのよ、私。こうしてこの異空間に拉致された者の中でもまだ幸運だったはずの、同じ次元に存在することができた私たち二人は、簡単に喧嘩別れをしてしまった。この些細な私の意地っ張りが大きな後悔を招くことになるのは、その後すぐのことだった。
誰か呼んでる。初めてだな、ナオミとあんな風にぶつかり合ったの。一人になるとだんだんさっきの恐怖がよみがえって、何かに頭を支配されたように、理性を失った私は聖子を探して校舎の中を走り回った。何度も何度も名前を呼びながら、気がつくと私は校舎の3階にいた。いるの？これを始まり。気持ち悪い。でも。今助けるから。
なんでよ、なんで首なんてするの。さっきまで笑ってたじゃない。一緒に生きてここを出ようって言ったじゃない。やめてよ、一人にしないでよ。さっきのこと謝らせてよ。